浜田光雄の人気は今も健在という噂が流れていますが、最近あまり見かけないだけに真相が気になりますね。往年のスターは今どこで何を。そこで今回は浜田光雄の人気は今も健在という噂の真相と、往年のスターが今どこで何をしているのか触れていきます。日活の往年スター浜田光雄さんが今も変わらず人気は健在と噂されているそうですね。確かに当時は小石原裕次郎さんと同じく日活の大スターの一人で二枚目俳優として、女優の吉永小百合さんとよく共演されていることでも有名でした。このまま行けば大物俳優として長きに渡り大きく活躍されていたことでしょう。しかし名古屋市内のサパークラブで葉山亮次さんとの食事中に男2人に絡まれてしまい、電気スタンドを投げつけられて右目を負傷してしまいます。なんとか失明は免れたものの、電球のガラスが右目に刺さったために18針も縫う重傷で、強い日差しや照明に対して眩しく感じてしまう後遺症が強く残ってしまったそうです。そのためかっこいい二枚目路線はできなくなってしまい、当時1ヶ月に1本のペースで映画を封切りにするほど多忙を極めていた浜田さんでしたが、路線を3枚目に変えざるを得なくなってしまいました。何にも罪のない2枚目俳優がふざけた男2人の横暴のために人生を大きく変えられてしまう本当に許せない事件ですが、運命とは得てしてそういうものなのかもしれません。この試練を乗り越えながら浜田さんは日活から石原プロに移籍し、主に土曜ワイド劇場などのミステリー単発ものに出演されるようになりましたが、最近はあまりテレビでは見かけられなくなりました。しかし彼の人気は今も健在で、日活スターだった頃のファンが今でも浜田さんを慕っているという話でした。それもそのはずです。テレビでは確かにほとんど目立った動きはありませんが、テレビに映っていないところで活躍されているのです。浜田さんを慕って駆けつけてくれる多くのファンとしっかり交流されているからこそ人気が今も健在なのですね。先ほども触れた通り、浜田光雄さんは現在ディナーショーなどを中心に活動しながら、たまに俳優業をされていますが、一時は命も危ないというほどアルコール依存症に侵されて治療に専念されていた頃があったと聞きます。浜田さんがお酒をたしなむようになったきっかけは、日活時代石原裕次郎さんに誘われてお酒を飲み始めたことがきっかけでした。それ以来お酒にはまりだし、次第にアルコール依存症にかかってしまいます。その結果脾臓が固まりかけるという状態に陥り、あと3日病院に来るのが遅れていたら命も危なかったと言われたそうです。その後入院生活を余儀なくされましたが、専門的な治療と奥さんの懸命な支えもあり、なんとか生活習慣を見直して回復されているそうですが、まだ完治されているという話は聞いていませんし、現在も俳優タレントとしての活動をされながら治療されているのだと思います。今年も往年のスターが亡くなるというニュースを聞かされ寂しい思いをしているだけに、まだまだ浜田さんにはお元気でいてもらい、テレビでもちょくちょく元気な姿を見せてほしいとご活躍を期待しています。映画監督の若杉光雄さんに見出され、石合戦の主役で映画デビューすると、その後もずっと若杉さんに目をかけられていた浜田光雄さんですが、1961年には出演した映画ガラスの中の少女を見た日活の常務江守清喜郎さんにスカウトされ日活に入社します。映画ガラスの中の少女でヒロイン吉永小百合さんの相手役に抜擢されると、その演技を見た日活の常務江守清喜郎、そして1962年には再び吉永小百合さんと映画キューポラのある町で共演されているのですが、当時日活では主力だった石原裕次郎さんらのアクション映画がマンネリ化していたこともあり、浜田さんと吉永さんの純愛映画が爆発的なヒットを記録。その後も2人のコンビで泥だらけの純情、愛と死を見つめてなど純愛映画に次々と出演すると、浜田さんは吉永さんと共に一躍トップスターへと上り詰めたのでした。ちなみに
浜田さんと吉永さんのコンビ映画は、最盛期には1ヶ月に1本という異例のスピードで封切られたそうで、お二人が1年で顔を合わさない日は数日だけだったそうです。また浜田さんは吉永さんとの青春映画以外にも泉雅子さんとコンビを組んだ飛行少女、ほか大人と子供の愛の子大煙の王様、侍の子など社会派映画にも数多く出演されたのでした。ところで当時日活では高橋秀樹さん、和田浩二さん、山内健さん、杉山俊夫さん、田代みどりさんといった若手を中心に、ギターセクションを中心にしたアマチュアバンドが結成されていたそうで、幼い頃からバイオリンを習い、音楽が好きだった浜田さんも喜んで参加されると、主にリズム&ブルースや当時流行していたフォークソングのボーカルなどを担当すると、そんな浜田さんの歌声を聞いた石原裕次郎さんが何気なく、浜田くんはバラードを歌うとうまいし音程がしっかりしているよと、定築の中島ディレクターに言った言葉がきっかけとなり、1961年にはシングル憧れの東京で歌手デビューしたそうで、ソフトでしっとりとした声量の中に少しハスキーな甘さを感じさせるその歌声で人気を博し、その後も涙の中の青春、青い流れ星など日活映画の主題歌、挿入歌を中心に定築レコードから発売されるとヒットを記録。中でも1963年に発売された三条恵理子さんとのデュエット曲草笛を吹こうよは大ヒットとなり、浜田さんは歌手としても人気を博したのでした。ちなみに浜田さんは歌手としての道も開いてくれた裕次郎さんとの思い出について、当時の日活はゆうちゃんらのアクション映画が主力、ゆうちゃんには可愛がってもらった、俳優は体が資本と一緒に成城の街をランニングし、ゆうちゃんの自宅にあったプールに飛び込んで泳ぐ、お酒も教わりましたね、日本映画の黄金期で私もスターと呼ばれるようになった、トントン拍子でしたと語っておられました。それではここで当時の浜田さんに対する映画関係者のコメントを紹介しましょう。とかく子役から来た俳優は癖のある芝居をする人が多い、幸い彼にはその癖がない、癖のない芝居を身につけたのが彼にとって幸いであった、役者臭くない役者、それが彼の魅力であり、これからも彼のためにできる限りのことをしてあげたいと思う、生まれながらの俳優としか言いようがない、10年に一度の俳優と言っていいだろう、ゆうちゃんより上ですよ。監督にとっては一本の映画の中でこれが肝心のシーンだと、俳優の演技に祈りを込めたい時が必ずある。その時にその気持ちをパッと受け止めて、こちらの期待以上のことをちゃんとしてくれる素晴らしい役者です。特に目の芝居のうまさときたら天下一品、調和なき魅力、それが浜田君の魅力ではなかろうか。そこいらにいくらでもいる平凡な人間だが、その中に思いがけない美しさがきらめいているというのが不調和の美である。そういう美を浜田くんが代表していると思う。日活では美人スターは欲しくない、どんな女性でもそれぞれの魅力があるものだ、そういうものがスターとして花開けばそれで十分なのである。浜田くんの場合にしても彼には作為といったものが全然感じられない、二枚目を超えたところが彼の魅力だと言えよう。そこがキーポイントだと思う。不完全な美、もちろん中身は空っぽでは困る、内面の美をその努力、根性、転生といったものが支えている、その魅力を浜田くんが新しい代表として登場し発散しているのである。宇野重吉が若かったら浜田光雄のような魅力を発散させるのではなかろうか。彼の主演で庶民に愛される作品をどんどん作りたい、飛行少女は注目すべき作品になると思う。テレビで人気のあった煙の王様なども今後の企画として考えている。とにかく日活には見た途端うーんと言いたくなる、もぎたてのリンゴのようなフレッシュな魅力の統一した若者たちがワンワンむらっています。その上一人一人が見な違った個性と雰囲気を持っており、
例えば浜田くんなど、すべてがみずみずしく明確で和解の二筋金がガンと入っていて、全くかっこいい変なやつだと思う。こうした多彩な可能性を持つ演技者が多いことも、演出家として楽しいことですなどなど、これだけ映画関係者をして言わしめた浜田さんは、どれほど魅力的な俳優だったか伺えますね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。